三丁目の夕日64は漫画三丁目の夕日を題材にした2012年1月21日公開の日本映画主演は吉岡秀隆 3D2D 同時上映高度経済成長期の東京を舞台に心温まる人情模様を描く山崎喜監督の Always シリーズの映画第3弾本作では 3D 仕様となっている シリーズを継続し、吉岡秀隆他が出演する。前作、オールウェイズ続、三丁目の夕日から約5年後の1964年、東京オリンピック開催の年を舞台としている。キャッチコピーは、どんなに時代が変わっても、夢があるから、前を向ける。全国473スクリーンで公開され、2012年1月21、22日の初日2日間で、 公衆5億後、566万3、750円、動員42万1274人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となった。続く公開第2週も9日間の累計公衆が14億3、0760005、600円、累計動員は110万9225人、公開第3週で、公衆20億円、 動員150万人を突破し3週連続第1位を記録している。本作はオールウェイズ3丁目の夕日シリーズで初めての 3D 映画となった。前作から5年経った1964年、日本は1964年の東京オリンピックの開催を前に国全体が活気つき、東京においても近代的なビルや首都高速道路などの建設ラッシュで、 土地開発が進んでいた。そんな急激な時代の流れの中でも、夕日町三丁目とその住民たちはいつも変わらない雰囲気を残していた。晴れで夫婦となった茶川とひろみ、そして、高校一年生になった淳之介は仲良く三人で暮らしていた。茶川は冒険少年ブックで連載を続けるも、新人作家の緑沼に人気を奪われ大ピンチ。 そんな茶川を陰で支える広見は見重だが、生活のため、居酒屋を切り盛りする。純之助は、東京大学を目指して、猛勉強するも、内心は夢である小説家になることを忘れられない。一方で、向かいの鈴木大都では将来は海外へ展開したいと野望を持っているのり分と内助の功で夫を支える妻、ともえ。そんな両親を持つ一人息子、一平は、 思春期に入り、鈴木王都を継ぐことを嫌がり、エレキギターに明け暮れる毎日。住み込みで働く六史には、あるふとしたきっかけで出会った、医師、菊池との出会いで、いよいよ春がやってくる。そんなある日、茶川のもとに、20年前に感動された父、林太郎の既得を知らせる電報が届く。葬儀の帰路、機動車キハ58型の車内で、ヒロに、自分が売れない。 小説家を続けてこられたのは父のおかげかもしれないとつぶやく。一方、日本人の多くが医師を含め出世とお金を追求し始める昭和39年の時点で医師の菊池は無料診療に励む等で違った道を歩んでいる。そして菊池はその理由について人が喜ぶ顔を見るのが楽しいからだという。撮影で使用された衣装茶側、 龍之介、吉岡秀隆主人公。一流小説家を目指す東大卒の30代男性。前作にて、芥川賞の最終選考まで残ったが、あと一歩のところで落選している。やむなく文芸雑誌ではなく児童向けの娯楽雑誌、冒険少年ブックで、看板作品、銀河少年実を掲載中だが収入は、ほとんどなく、さらには、彗星のごとく、現れた。 新人作家の緑沼の作品に人気を奪われ、連載打ち切りのピンチを迎えている。副業は駄菓子屋だがこちらの収入では、まともな生活ができないため、今は身重である妻、ひろみの居酒屋の収入で養ってもらっている、いわば、肝状態である。佐川広美、小雪龍之介の妻、茶川と、右翼曲折ありながらも、ついに夫婦になり身重である。 茶川の仕事を陰で支えているが、茶川の収入ではとても生活できないため、駄菓子屋の店舗の一部を改装した居酒屋、山、富士を経営している。古雪淳之介、須賀健太前作でジップと見られる、実業家に連れ戻されそうになるも、茶川の元に泊まることを選んだ。直接の地のつながりはないものの、茶川夫婦に、実の息子のように可愛がられている。本作では、 高校一年生までに成長し、将来の安定した収入を得るために、東大を目指し勉強に勤しんでいるが、夢であった小説家になることを忘れられないでいる。鈴木即文、堤真一茶川の家の向かいにある自動車修理店、鈴木大トの社長。自分の仕事に誇りと情熱を持っていて、いつかは鈴木大トの世界進出をしたいという野望を持っている。 友恵との夫婦仲も良い。相変わらず幸せな家庭だが、反抗期の一平が店を継がないことや六子の恋愛など悩み事もある。鈴木友恵、薬師丸広子即分の妻。働き者で夫をいかなる面でも支える良き妻でもある。やんちゃな一平、住み込みで働く六子新たに鈴木大都に入った賢治に対して隔たりなく愛情を振りまき、 温かく見守っている。鈴木一平、小清水和樹淳之介の親友。高校一年生。思春期に入って、両親にことあるごとに反抗する。鈴木王都を継ぐことを嫌がっている。若大将シリーズの香山雄三に憧れ、同級生とバンドを組んでいる。エレキギターをやっているが、腕前は今一つ。星野六子堀北真希、鈴木王都に、 東北から住み込みで働く。鈴木家の娘同然に可愛がられている。修理の腕はめきめき上達し、彼女、抜きでは成り立たないほどに成長している。ヒロミは、良き相談相手になっている。本作では、ひょんなことで知り合った菊池に、ほのかな恋心を抱いている。大田金、無体まさこタバコ屋を経営している。おせっかいな性格からか、六死と菊池の恋を、 応援するが、病院で、菊池のとある噂を聞いてしまい、騒動を起こしてしまう。拓馬四郎、三浦智和拓馬小児科医院を経営している。空襲で妻と娘を失って以来一人暮らしをしている。三丁目の住人からは頼りにされている。菊池とは、石仲間で顔見知りらしい。菊池光太郎、森山未来梵天堂病院の医師。 勤務態度は真面目だが白衣を脱げば流行に敏感な若者である。しかし勤めている病院内では悪い噂が流れている。富岡雄一、大森なお茶川の連載担当部員。一番人気の新人作家の緑沼も担当している。漫画のみでの掲載を決めた編集部に対してなんとか茶川の連載存続のために奔走するが。茶、川林太郎。 米倉クラマ・サカネ・の父親。明治生まれで頑固。二十年前に小説家を目指す龍之介を感動する。うまく自分の気持ちを表現できない不器用な性格でも、ある。夏子、高畑淳子茶河屋の分家のおば。海外宿林太郎の世話をしている。お梅鉄道公園保存車両の新幹線0系。電車22から75号甘ヶ崎市立。 歴史博物館玄関ホールに展示されているロケ、小道具有田川町鉄道公園保存車両のキハ58003名古屋当時期開館本作以後、第4作を経て、第5作として1970年の大阪万博をテーマにした制作を構想しているが、2020年現在、第4作以降は制作されていない。発売元は、小学館、販売元はバップ。 ありがとうございます。